サンタマリア山 3DCG 動画サンタマリア山は、グアテマラ共和国南西部にある標高3772メートルの清掃火山である。グアテマラ共和国南西部、ケツアルテナンゴ県ケツアルテナンゴ市の南西約10キロメートルに位置する標高3772メートルの清掃火山で、中央アメリカ火山湖、シエラマドレで、チアパス山脈に属する。 岩石は主にデイサイト、安山岩、玄武岩質安山岩からなり、他に玄武岩、ピクライト質玄武岩、火山採雪岩類で構成されている。有史以来、噴火の記録がなく、清掃火山として、塩水系の綺麗な山陽で全体が森林に覆われていたが、1902年のプリニー式の大噴火に際し、南西斜面の一部が吹き飛び爆裂加工が形成された。 1922年になると、1902年噴火時の爆裂加工に溶岩ドームが形成され、以後、溶岩ドーム膨張、爆発的噴火、溶岩流、火砕流、火山泥流といった活動が継続しており、世界で最も活発に活動している火山の一つとされる。防災の観点から、国際火山学及び地球内部科学協会により、防災1年火山に指定され、 将来の被害軽減についてのより詳細な研究の対象となっている。東山を含む中央アメリカ火山湖の山々は、ココスプレートがカリブプレートの下へ沈み込むことにより形作られた。約10万3000年前に噴火が始まり、10万3000年から7万2000年前、7万2000年前、6万年から4万6000年前、 三万五千,千年前の四時の噴火期を経て、円水系の清掃火山の山体が形成された。その後、1902年に噴火するまでの約二万五、千年は急速期にあった。1902年には、5月にスフリエール山、プレイヤマ、イサルコ山、7月にマサヤ山と中央アメリカカリブ海地域の火山の噴火が相次いだ。また、 地震に関しても、1902年1月に、メキシコチルパン震後、東山付近、4月に、西グアテマラ断層中央部、9月に、東山付近と周辺地域での大きな地震が相次いで発生していた。以上のような噴火の前兆と捉える事象が発生していたが、有史以来、東山は噴火の記録がなかったため、噴火の可能性が想起されることなく、 1902年10月の噴火を迎えるに至った。噴火の経過は次の通りである。この噴火により、約5.5キロ立方メートルの噴出物が生じ、カール・ザッパーの調査、試算によると、広輩範囲は120万平方キロメートル以上、1ミリメートル以上の体積があった範囲は27万3000平方キロメートル、同1メートル以上の範囲は400。 平方キロメートルとされる。死者は6000人に及び、周辺一帯のコーヒー農園に火山灰や砂が2メートルほど積もるなど、甚大な被害が生じた。火山爆発指数6の規模で、インドネシアタンボラ3815年噴火、インドネシアクラカタウ3883年噴火、アメリカノバルプタ3912年噴火、フィリピンピナツボヤマ1991年噴火と、 共に19世紀以降に起きた世界的巨大噴火の一つとされる。その後、1922年までの20年間は、間欠泉の噴出や若干の火山灰放出といった程度で火山活動は落ち着いていた。1922年になると、1902年噴火時の爆裂火口に、川火山、サンティギアート3が形成された。サンティアギート3の活動は、 1922年当初は内生的成長。1929年頃からは外生的成長。溶岩が表面に溢れ堆積する S 水石、活動加工はカリエンテ加工に始まり、以後、ラミタット加工、エルモンジュ加工、エルブルホ加工。1972年以降は再びカリエンテ加工での活動が見られるようになった。 溶岩ドーム形成当初の噴出溶岩の蘇生は、1902年のサンタマリア山噴火時の同様のデイサイトであったが、活動の経過とともに二酸化系素の岩有割合が低下し、2000年頃には、同蘇生は安山岩に変化した。溶岩の噴出は、噴出速度の早い時期と遅い時期を繰り返しながら、1922年以降絶えず続いており、 溶岩流は長いもので 4km に及ぶ。噴火は比較的小規模なものは毎日数回発生し、大規模な爆発的噴火も1999年現在までで十数回発生している。また噴火や溶岩流の流下に伴う火砕流の発生、火山砕設物が雨水と共に流れ下る火山泥流のほか地滑りや山肌崩落もしばしば生じている。 1929年のカリエンテオーガンドームの崩壊、爆発では火災流が火放 11km にわたって襲い、エルパルマー周辺地域で推定5000人が犠牲となった。また、1983年には火山泥流が流域のエルパルマーを襲い、町の壊滅、放棄に至るといった甚大な被害が発生した。 サンティアギート山の標高は2021年現在で約2500メートルに達し、山体体積は推定1.5キロ立方メートル、山体崩壊や降雨による侵食、流出分を加えると、噴出マグマ総量は推定2キロ立方メートル以上とされている。ありがとうございます。